ちは。愛しき家を心に描き目指すは空高くに浮かぶ神殿というわけで、エリンの崖を登っていってるところです。よくよく考えると上の方に行くから下側の方から探索しようってちょっと思いました。どっかにね、ルベナの苦しみを解放させることができると思うんですよね。上にいるし、生命の覚醒。フィンは？あ、水の強いやつが。よし。火星。防御きた。よし。上の怖い。海。使いますか？強くなったから使ってみよう。あいつにイタリファイオール。おお、200いった。あぶない、ダメない、ダメない、危ない。すごい。
上行けんだよな。開けられない。あ、サーカスっぽくないあれ。どうしよう。ほら、サーカスはこの近くを通ったよね。何か残していってないかな。いるじゃん。いるいる。やったー、嬉しい。可愛くないこれ。どうしたんですか。そっくりだもんだって。ほら悲しげな道家さん、泣いているの。失われた光と永遠なる恐怖のために、死者は空虚な部屋に横たわり、生命は空虚な肉体に閉じ込められている。サーカスができないなんて許されるべきことではない。歩くのもままならない老人のためにも、喋るのもままならない幼子のためにも、あなたのためにも、私のためにも。だから私は泣いている。ヒゲが気になる。あのガラクタが見えるだろう。サーカスは私を絶望に置き去った。なぜ？と尋ねれば、面白くなかったのだと彼らは答えた。かわいそう。かわいそうだな。本当は姉を呼ぼうと思っていたが、代わりに私は今夜全て終わらせることにした。待って、トリスティス、私はここにいるわ。姉さん、目の前に映るのは幻か。サーカスのことはもう忘れるのよ。しかしサーカスは我々の夢だ。最高のコメディアンである私と最高のボーカリストである姉さんの。ここにいるオーロラが私を壮大な冒険に連れ出してくれたの。私たちは道家としては役立たずかもしれないけれど、戦士としてはライサリンの花を咲かせられると。闇と戦うというわけか。私たちの芸と知恵の力があれば怖いものはない。オーロラ、私たち二人もあなたと友だわれよ。ちょっと違う。というわけでトリスティス仲間に入りました。依頼も完了。ルベラの苦しみ、あ、そうだ、これ忘れてたわ。あ、今んとこ全部完了してますかね。よしよし、ルベラの苦しみ完了しました。で、トリスティスがどんなキャラなんだっけ。どんなキャラよ。死後、死後の心、不動の心。あー、トリックスターとかか。魔法の効果が一旦長くなります。魔法をまずそんなに使わないというね。エピックロール、構成、あ、素早さを上げるとかか。防御、あー、3ターン内で 50% 上昇させます。ここルートでいきます。防御も欲しいし、そうしよっか。よし、流される。メダルが。
痛い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 、ここ痛い、ここ痛いよ。あ、これ以上行けたわ。エメラルド、おっそおっそおっそ、これもあるじゃん。眠りの星くず、合成のネクター。あ、こっから開けられるんだ。この端っこね。オッケーオッケー、これじゃ開けてから進んでみようかな。流されるなよいしょ。定時間だけ？なんかいるし。ねえ、近づいてくる。見てる、めっちゃ。えい。トリスティスを使いたいんですけど。敵減ってからにしようかな。どうしよう。強いんだけど。おかしいね。みんなチャージとか。下げたくないけど、ノラはえ、いっか。トリスティス、トリスティス、同じなんですけどね。ロールとかやったことないからやろうかな。同じだわ、弱いわ、しかも。26か。押さえとけばいける？いいかな。変えよう。ごめん、トリスティス。はい、やっぱり。はい、はい、はい。早い、早い、早い、早い。で消え入りそうな弱い光、君は精霊か？失礼だな、こんなに暖かく明るいじゃないか。楽しい光景だ。漆黒の夜に灯るたった一つの小さな光、涙が出てくる。嫌になっちゃうな、もう。ゴーレム波動、下から取りたい、下から、下から、ああ取っちゃったよ。ダメージのエリクさん、いったー。ってあ、これあれか、あっちから来れるってやつ、そういうことか。よいしょ、当たんないようにしていかなきゃいけないのね。またいるし、戦おう。
オーロラもう帰っちゃうんかね。一番星上のバージョンだ。魔力ノラ生命よし。あ、で1個あったあんたと一緒に旅ができて嬉しいよかわいいよ。あ、仲良くしようじゃないか。どうして泣いているんだい。生きることの皮肉を表しているのだ。よくわからないな。そうであろう、変な仲間本当に。よし、寄せのネクタ来た場所。いやー帰るの寂しいね。みんなとお別れは寂しいですよね。いくらお家に帰れるとはいえ。着いた。いる、向かってきなさい。私たちは恐れないね。うわぁ何これだよ。いや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 、どうしようこの階段。補助を使っていくか。そうしよう。意識しよう。構成か。 B になっちゃうけどいいかも。いや、全体攻撃の人もいいかなー。とりあえず防御して、なんか来るから。ラーニングくらい。なんか使っていこう。お前倒すか。あー、後ろが来る。
ようかな。ランニングクラブ。ずっとこれかも。MP だけちょっと注意しないとロボある。早く使える。早く使える。なんか。よし。ガルだって強い。
PP なくなるまでではすごそうなんですか。線で光る。ありがとうロバート。ピンかわいいね。素早さの星数、月の神殿へ。だってとりあえずこれやってから、ノラは上がってない。トリスティス大構成、うん、オッケー。素早さ、月の神殿か。じゃあ行きますか。寂しい限りですけど、行こうか。本当だ、私の娘。お父様、神明よ、私に教えてちょうだい。お父様の苦しみを。水門が壊れました。農場が水没し、このままでは我々も危険です。どうかご指示を。ノラ、お父様が死んでしまうわ。ダムが壊れて水が溢れているの。もうすぐ帰れるわ。よしよし、泣かないで。じゃあ崖に戻る。すごいとこだね。光がすごい綺麗。着いたわね。オーロラ、お別れを言う時間よ。みんな泣いてるよ。ゴーレムさん、強い強いゴーレムさん、お元気で。王宮に帰れるといいわね。かつて私に会ったのは木と岩だけだった。だが今はいろいろなことがわからない。私もよ。だから見続け、聞き続けましょう。心の声に従いながら。ゴーレムさん、トリスティス、ちょっとの間だけだったの。感傷的なトリスティス、どうか泣かないで。やはり見捨てられるというわけか。最後はみんな一人になるの。でも生きているうちは希望を捨てちゃダメ。案ずるな。私はこの命を闇との戦いに捧げ、少しでも未来から闇を取り除こう。トリスティス、ルベラ、さよなら情熱家のルベラ。冒険の途中だというのに、あなたは去るというの。私がいなくてもあなたは立派に歩み続けられるわ。ルベラ、ありがとう。長い間道見たくなっちゃった。あった、やっぱり。レビーの原石。ロバート、
ロバートは授業をしっかりね。授業は失敗だよ。ああマーガレット。バカ言わないで。私が投資してあげるわ。ロバート。ピーン。寂しいよ。泣かないで。ああ。シワがれ声のフィンも元気でね。もっと言い方あるだろオロラ。言ってしまうのかい。オイラはどうすればいいんだい。私は家族のもとに帰らなくてはいけないの。みんな元気を出して、みんな勇気を出して。ピーン。ああ寂しい。めっちゃ。じゃあ行きますか。だね、みんな。オーロラ、空を探してよ。上の方は僕には見えないんだから。さよならイグニキュラス。そっか、ホタルとも別れか。私も寂しいわ。1,2,3,4,5,6 かと。友と別れ空に登り少女は向かう鏡の先に待つ我が家へ。こんなもんですかね。ここの鏡だ。あなたは本当に親切で優しい子ね。でもみんながあなたのようではないのよ。あなたが何を言おうと、何をしようと、どうにもならないこともあるの。あまり首を突っ込むのをよしなさい。人生の時間は短いのよ。旅もこれで終わりね。オーロラ、この鏡を通れば、家に帰れるわ。さあ行きましょう。さあ、行きますか。ここはどこなの？いいからついてきなさい。なんか不気味なとこなんですけど、戻れないし。この辺もあったっけか。上に行けるとことか怪しいんですよね。あっただだ。あったよ。雨が降ってる。怖い。お母様、コーデリアお姉さん。めちゃめちゃ怖そうなんですけど。オーロラではないですか。ここはどこ？お父様は？お休み中よ。この娘を捕まえなさい。ノラも怖い。何をしてるの？家族の絆を忘れたの？悪いわね、オーロラ。
一緒にはいられないの。マルお姉様、ノックスよ、それが本当の名前。そしてあなたは私の家族じゃない。めっちゃ顔怖い。私には王家の血が流れている。そして私は女王アンブラ。お前の父親との結婚など見せかけに過ぎない。騙していたのね。見た目で結構バレてたけど。口の利き方は知らぬ娘だ。私が息の根を止めてやる。そして貴様の父親もな。その両腕を骨に変えてやろう。それこそ弱い一族にふさわしい定め。私こそがレムリアの正当なる支配者。そしてお前は私の敵の娘。お父様が何をしたというの？あの老いぼれが何をしたかなと。知らないというのか？お前の母親は昔、私をレムリアから追放したのだ。お母様は？お母様にそんな力が。これがコーデリア。悪そうだな。だから我々は奴を葬り去ったのさ。レムリアの女王、お前の母は私の敵だった。だからこそ娘のお前も生かしておけない。のせいだな。えへ、この娘を塔に幽閉しろ。じっくりいたぶってくれるわ。願えへ。お母さんかな。綺麗な空ね。空を飛べたらいいのに。そういう世界も存在するのよ。本当？どこにあるの？いつか行けるわ。その時が来たらね。私お父様とお母様とずっと一緒にいたい。でも人生はそう単純ではないの。あなたはいつの日か女王になるかもしれない。そうなったら暮らすことになる？お城から手紙を出すわ。それは楽しみね。ほら、ホタルが待っているわ。動かせられた。ホタル、本当にたくさん。すごい。お母様見て。どこへ行ったの？こっちよ。古いリンゴの木の向こう側。体に力が入らないわ。大丈夫？手を貸すわ。心臓が苦しいの。お母様、顔が真っ青よ。悪魔があなたを追ってくるわ。私にできることは一つだけ。命が危ない時は森の祭壇へと運び、私の最後の吐息をその力に変えて。私の声を聞いて。お願い、戻ってきて。
へへだ。私の主、光の女王が演奏していた曲だ。闇と戦う彼女の娘とはあなたのことか。あなたなら忌まわしき夜を止められるはず。どうやって？今の私はただの迷子よ。私はただ家に帰りたいだけ。情けない。母上が生きていたら大いに嘆かれることであろう。ここから脱出し世界と向き合うのです。その真の姿を見、本当の故郷を見つけるために。私が助けます。だから闇と戦うと約束を。この大地と人々と光を救うために。分かったわ。では心を強く持ち戦いの準備を。今解放します。来た、ご縁がす。そうか、せっかく家に帰れると思ったんですけども、ちなみにノラはここでパーティー離脱してしまうんですよね。まああのイベントでわかると思うんですけど、すごい強いキャラだったんですけど、ここでわかります。はい、代わりにオエンガスっていうのが仲間に入りました。はい、悪いお母さん、なんとかしに行きましょう。では今日はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。